扉が開きます。バイクの機動力を生かして安全のために奮闘する交通機動隊の白バイ隊。そんな隊員たちに憧れて警察官を目指した野球少年が今年狭き門をくぐり抜け白バイ隊員になりました。少しでも事故で悲しむ人を減らせるように頑張っていきたいなっていうのは強く思いました。1ヶ月に及ぶ厳しい訓練をくぐり抜け交通量の多いゴールデンウィークについに行動デビューを果たした新人白バイ隊員に密着しました。バイクの機動力を生かして交通指導や取り締まり、事件や事故の初動対応を行う交通機動隊の白バイ隊。現在県警には38人が所属。その精鋭に今年新たに3人が入隊しました。その中の一人、阿吹亮太さん。小学1年生から大学3年生まで野球を続けてきた野球少年でした。憧れ持ったのは小学生、何年生かちょっと覚えてないんですけどぐらいの時で、まあ自分がまさか警察官になるとか白バイ隊になるとかっていうのは全然思ってなくて、ただただまあかっこいいなっていう、街で走ってる警察官、あ、まあ、白バイ隊員かっこいいなっていうところか、まず最初はそこからです。警察官になって3年目で憧れの交通機動隊への配属が決まりました。自分のなりたいっていう夢だったので、まあ、すごい嬉しかったっていうのもあるし、まあ、でもこれからここがやっとスタートラインに立てたっていうところなので、そこから頑張っていかないといけないなっていうのは思ってました。行動に出るためにはおよそ1ヶ月間の訓練を終えて効果測定が行われ、訓練成果を認められる必要があります。じゃあ今からちょっとバイクを押すっていうね、まあ、訓練をしてもらうんやけど、まあ、白バイ、まあ、300キロぐらいね、まあ、あるんやけど、まあ、それをまあ押さないといけない時も、ね、やっぱりあるんよ。マジであるんかグランプリ、やばい、吐くかもしれない。グランプリと呼ばれる交通機動隊の名物と言われる訓練。300キロを超えるバイクを全身を使ってコントロールしていきます。どれぐらい厳しい訓練なのか、体力に自信がある記者も挑戦してみました。これから新隊員訓練の名物であるグランプリに挑戦してみたいと思います。よい、スタート。さあ頑張って。歩いてますね、ダッシュです。あ、きつい。バイクを倒さないようにバランスを維持しながら走ります。全身がきついですね。バランス取るのに腕も腰も足も全部使うんで、かなり過酷な訓練メニューだということがよくわかりました。過酷な体力訓練の後には運転技術を上げる訓練です。この日、阿吹さんが指導を受けていたのは回避制動。この訓練では一定のスピードで走行しながら、信号の表示の瞬間に左右どちらかに避けて安全に停車することが求められます。阿吹、はい、頭から動けおるじゃん、頭動かない、頭が動いて倒しておるんじゃけど、はい、ブレーキしょっぱな効かせすぎ、はい、ぐーって握っていかんと、はい、ぐーって、
それは姿勢であったりとか目線、まあ目線もちろんなんですけど、バランス感覚であったり、やはり普段乗ってる中では養えないところもあったりするので、そこら辺の難しさっていうのは感じました。路上に出るための効果測定では9つの種目で基準点をクリアする必要があります。試験前ですけどどうすか？緊張してます。乗車よし、よし、おーよし、アブキラさんあります。いよいよ効果測定が始まります。緊張のせいか体に力が入り、普段しないパイロンに触れるミスも。一本橋でもなるべくまあ低速で時間をかけてゆっくりゆっくり行かないといけないんですけど、どうしても落ちちゃいけんって自分の中で思ってたんで、スピードはどうしても抑えきれんくて、もうちょっと粘れたというか、バランス、体のバランスを使ってできたなと思いました。指導を受けていた回避制動の成果は、お疲れ様でした。緊張した、緊張した。ここの場でやる実力が本当の実力なんで、まあね、ああやって緊張してる場だったら不測の事態が起きるんです。で、それもリカバリーできるぐらい絶対の自信っていうのを持てるように、これからも練習してください。今まではそのまあ目標とか憧れみたいなとこだったんですけど、まあ、実際こうやって、まあ、効果測定を終えて、まあ、もう次から現場に出るってなった時に、それだけじゃやっぱ絶対ダメなので、その、まあ、技術ももちろんそうなんですけど、判断能力だったりとか、もうちゃんと引き締めていかんといけんなっていうのは改めて思いました。効果測定は無事合格。次は実際の路上での訓練です。去年の いよいよ行動へ。デビューは交通量の多いゴールデンウィーク真っ只中。この日は先輩の坂田警部補と見回り活動を行います。パトロール開始からおよそ30分後、坂田警部補が何かを発見しました。あそこ落下物があったの見えた？右側青い、いや気づかなかった。あれ回収しに行って、はい、後続車に知らせるため赤色灯を点灯させます。阿吹さんは坂田さんから指示をもらいながら落下物回収の補助をします。道路上の落下物は安全な場所に避けて道路管理者に回収を依頼します。普通の視野を持ってれば気づくようなもの、緊張してるんで見えなかったりということがあるんで、まあ、それが人だったら大ごとだし、徐々に慣らしていかないといけないかなというふうに思います。実際に現場出てやっぱり交通量の多さとかもすごい実感しましたし、まあ、少しでも死亡事故を減らせるように取り締まりをしていかないといけないと思いますので、まあ、少しでも事故で悲しむ人を、まあ、減らせるように、まあ、頑張っていきたいなっていうのは強く思いました。阿吹さんにはデビューまでの訓練を通してさらに憧れが生まれたようです。視線の先にあるのは卓越した技術とスピードでバイクを操る白バイ特別訓練員、通称特練。自分もまだまだ実力ないんですけど、全国大会出れるような選手になりたいなというふうに思ってます。全然技術はもちろんなんですけど、やっぱりもうすごいやっぱ憧れの思いもあるし、すごくかっこいいなっていうのもあるんですけど、こうなりたいなっていう思いで見てます。
県内の事故を少しでも減らすため、憧れの白バイ隊員になった阿吹さんのこれからの活躍に期待です。かっこいいなというのをね、やはり最初に見て感じるんですけれども、ただやはりこの憧れの中にも使命感というものが胸に宿っているということで、犬山さん、これからがますます楽しみになりますよね。そうですね、すごいキリッとなんか本当に気を引き締めて頑張ってらっしゃいましたね。あのなんかね、映画を見てるかのようなね、あの訓練の様子ですらかっこいいというか、でも300キロもあるんですよね、このバイクね。そうですよ、こと自体がもうこんなに難しいんだってことも初めて知りましたし、でもなんかね、私たち その市民の命、安全のためにね、こうやって頑張ってくださってるんだなと思うとね、すごくありがたいですね。バイクを持たせてもらった山本記者、実はベンチプレスを130キロ上げられるぐらい体力が自信あるんだけれども、もうめちゃめちゃしんどかったという話をしていましたから、そんな300キロの相棒と常に一緒にいるというのはやっぱりすごいことですよね。すごいですよね。これをまた手足のようにこう操りながらという姿、本当にかっこいいなと思いますし、このゴールデンウィークも交通量多くなってくるかもしれませんから、重大な事故を未然に防げるようにぜひ頑張ってもらいたいですね。我々交通社会のこう安心安全を守る存在として頼もしい限りです。